確かに興味深い。契約か。簡単に言うんじゃないよ。失敗するかもしれないし。大丈夫だって。なんかわかんねえけど。そうだよ、シーナなら大丈夫だよ。何も知らないくせに。まあいいよ、巻き込まれて怪我しても恨まないでくれよ。との契約に縛られる。ミトスってカーラーン大戦の勇者ミトスか。ミトスって剣士のくせに召喚までできたんだ。ミトスの名前は男の子の名前としてはありがちだから、勇者ミトスとは限らないね。我はシーナ、ウンディーネとの契約を望む者。このままでできます。なぜ？私はすでに契約を交わしています。二つの契約を同時に交わすことはできないのです。ミトスってやつとの契約か。どうしたらいいのさ。研究機関じゃこんなこと習わなかったよ。どうしよう、ボイド。前の契約をなかったことにしてもらえばいいんじゃないか。どうやって前の契約者のミトスってやつがどこにいるかもわからないのに。精霊との契約に誓いが必要だ。契約者が誓いを守る限り契約は行使されずに。そうです。俺は知ってるよ。精霊は契約者の誓いに賛同し契約を交わす。そうだから、お前はボイドの言う通り過去の契約の破棄と自分との契約を望めばいい。前の契約者が誓いを破っているかもしれないし、もう亡くなっているかもしれない。こんな簡単なことでいいの？簡単というのは、前の契約者が生きていたり誓いを破っていなければどうにもならないことだ。分かったよ。ウンディーネ、我が名はシーナ。ウンディーネがミトスとの契約を破棄し、私と新たな契約を交わすことを望んでいる。新たな誓いを立てるために契約者としての資質を問います。武器を取りなさい。戦うのか。行きます。あなたたちの資質見せてもらいましょう。調子に乗るな。受けなさい。スプレッド。Yeah!
するな。アスウェイ、ありがとう。しよってもさ、スプレッド大丈夫。ワースウェイ、無理をするな。アスウェイ、スプレッド、今までの何だったか。その程度です。認めます。えい。グーだね。見事です。では誓いを立てなさい。私との契約に何を誓うのですか。今この瞬間にも苦しんでいる人がいる。その人たちを救うことを誓う。わかりました。私の力を契約者シーナに。精霊については少々詳しい知り合いがいただけだ。